いやそろそろクールビズの季節だな。今年のクールビズはどうしようかな。まあそれにしてもクールビズ始まってからだいぶ時間経ったけども、未だに正解の形がわからないんだよな。上下スーツにネクタイ取ってクールビズ完成っていうわけにもいかないし、白シャツに黒のスラックスだけでもなんかしっくりこないし、誰かわかりやすくクールビズの着こなし教えてくれる人はいないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のコスパ最強クールビズスタイル参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ冒頭にもお伝えした通り、結構クールビズスタイルは世の中に浸透はしてきているんですが、正解の形がわからないという方未だに少なくないかなと思ってるんですね。まあいつも通りのスーツスタイルのアイテムを使えばクールビズもそのままいけると思っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、厳密に言えばいつものスーツスタイルのアイテムとクールビズのアイテムは僕は分けた方がいいかなと思うんですね。じゃあ具体的にどんなアイテムを買えばいいのか、そしてどう組み合わせればいいのか、このあたりは結構難しかったですので、まあ、今回の動画の中でなるべく再現性の高い形で皆さんにご紹介をしたいなと思っています。まあ、僕もですね、事前にクールビズについていろいろと学びたいなと思ってウェブで検索してみたんですが、まあ、クールビズの情報ってたくさんあるんですけども、結構ですね、再現性の乏しいものも多かったりだとか、あとは価格帯が高くてなかなか物はいいんだけども全部買い揃えるのが難しかったりだとか、まあ、そういった情報も多いので、まあ、今回の動画の中では僕たちにとって身近なショップですね、ユニクロですとか GU、 またはスーツ系のショップの中では僕はコスパ最強だと思っているスーツカンパニーだとか、このあたりをうまく使いながら価格帯を抑えたクールビズスタイルですね、めちゃくちゃおしゃれというわけではないんだけども現実的で簡単にトライしやすいようなスタイルをですね、3つご紹介したいなと思っていますので、よかったら皆さんの今後のクールビズスタイルのですね、一つの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的にコスパ最強のクールビズスタイルを皆さんに3つご紹介したいなと思ってるんですが、まあちなみに僕はですね、身長164センチ53キロと決してこうモデルに適した体型ではないんですが、まあだからこそリアルにお伝えできるかなということで、よかったら皆さんもですね、参考にしていただきたいなと思います。まず1つ目の着こなしなんですが、今回ご紹介する3つの中で最もベーシックで使いやすいのがまさにこのスタイルかなと思います。本当にですね、木を照らったところがなくてシンプルな着こなしなので、ちょっと物足りないぐらいなんですが、まあ、リアルに使うんだったらこういったスタイルかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まずはシャツなんですが、こちらはですね、スーツカンパニーで昨日ですね購入してきたシャツになります。ノンアイロンのシャツなんですが、まあ、いくつかポイントがありまして、クールビズのスタイルってやっぱりシャツがメインになることが圧倒的に多いかなと思います。まあ、そんな時によく使われるものは白の無地シャツだとか淡いブルーの無地シャツ、このあたりがですね、ビジネスシーンで使われることが多いかなと思うんですね。ただこういったものって上にジャケットを着たりだとかネクタイを締めればある程度彩ることができるのでいいんですが、クールビズだとやっぱり着用点数が少ないんですね。シャツとベルトとパンツと靴、これぐらいしかアイテム数がないので、白シャツとかだと結構シンプルになりすぎてしまうんですね。もちろんイケメンだったりスタイルが良かったら白シャツ1枚でも様になるんですけど、一般的な男性が本当に普通のレギュラーカラーの白シャツだけだとあまり素敵に着こなすのが難しかったりするので、個人的にはこのようなちょっとこうストライプが入ったようなものだとか、少しですねひねりが効いてあるものの方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。こちらはビジネスシーンで使われるようなストライプシャツではあるんですが、少しですね通常のネクタイを締めるようなシャツのストライプ柄よりはやや太めのストライプ柄になってるかなと思います。まあ、これぐらいが一アクセント作れるので個人的にはバランスがいいかなと思うんですね。で、襟の形なんですが、ここも特徴的なんですね。ワイドカラーといって第一ボタンを外した時の襟の広がり方がちょっと広めになっていますので、すごく美しい仕上がりになってるんですね。まあ、もしくはボタンダウンシャツとかでもいいかなと思うんですが、通常のレギュラーカラーシャツもいいんですけども、ちょっとこのようなクールビズに適したようなワイドカラーだとかボタンダウンシャツというところが1枚あるとすごく便利なのかなと思います。で、ちなみにですね、僕が今着てるのは M サイズになります。
ります。僕の中では S サイズをですねビジネス用のシャツは選ぶことが多かったので S を最初に着たんですが、結構タイトだったので M ぐらいでもいいのかなと思います。まあ、こちらのシャツだったら M でも全然問題なかったのかなと思います。身幅はフィットした方がいいんですが、あまりにピタピタすぎるのも清潔感が漂わないので、ジャストフィットぐらいを目指してですねサイズを選ぶのがすごくいいんじゃないのかなと思います。そしてもう一つポイントとしては、個人的にはクールビズ用のシャツというのは半袖という選択肢もあるんですが、長袖のシャツを腕まくりぐらいで着てもらうとちょっと大人っぽく見えるのでバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、長袖の腕まくりだと大体こう七分ぐらいの感じで着ることができるんですね。一方で半袖になるとこの二の腕付近まで見えるので結構カジュアルな印象になるので、まあそれはそれで真夏はいいかなと思うんですが、今時期ぐらいのクールビズであれば長袖腕まくりぐらいが個人的にはバランスがいいんじゃないのかなと思います。そしてこのブルー系のですねストライプ柄のシャツに対してボトムスはですね、これはネイビーのスラックスですね。これはですね先日ビジネスカジュアルの春夏編でご紹介したこちら GU のボトムスなんですね。シルエットもすごく綺麗なので、これが GU だとはなかなか気づかれづらいんじゃないのかなと思います。でクールビズで使うボトムスというのはブラック系のパンツだとか、あとはスーツの組下のパンツですね、これを使うっていうのはちょっと個人的には避けた方がいいかなと思います。まあ、スーツ用のボトムスよりもボトムス単体とか、もしくはセットアップのパンツだったら細身のシルエットになっているので、そういったものを合わせた方がスッキリと履きやすいかなと思います。まあ、これは GU のセットアップのボトムスの方なんですが、シルエットすごく綺麗なのでこれはそのまま使いやすいかなと思ってますね。で色もブラックよりはちょっとこうネイビーだとかグレー系だとか真っ黒すぎない方がクールビズのスタイルには合わせやすいかなと思うので、今回はネイビー系を合わせました。清潔感だとか清涼感が漂う色合いですし、あとは上のですねこういったブルー系のストライプとも相性がいいので、まあ、すごく使い勝手のいい色になってくるかなと思います。そしてクールビズにおいて結構大事になってくるのが小物使いだなと思っていまして、今回はですねベルトはメッシュベルトをですね使っています。これもスーツカンパニーで昨日買ってきたものなんですが、ブラックのメッシュタイですね。まあ、ゴムでできているんですが、パーツにちょっとしたレザーが使われているのでカジュアルになりすぎないですし、通常のスーツで使うようなベルトだとですねちょっとクールビズだと重たかったりだとかかしこまりすぎてしまうので、メッシュベルトぐらいの方が結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、ぜひ皆さんも1本ですね持っておくといいんじゃないのかなと思います。そして靴なんですが、これまたですねブラックのコインローファーを合わせています。スーツ用の本格的なストレートチップだとかそのあたりを合わせてしまうと、やっぱりちょっとこう上半身にジャケットがないのでかしこまりすぎてる感じがするので、コインローファーぐらいでも僕はバランスがいいんじゃないのかなと思います。こういったメッシュベルトに対してコインローファーというところでかしこまりすぎないような小物で全体のバランスを取ってあげるといいかなと思うので、まあすごくシンプルなスタイルではあるんですが、まずはベースとしてこのようなスタイル皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。でこのようなビジネス用のシャツはバリエーションいくつかあってもいいかなと思うんですが、ストライプ柄だとかもうちょっと濃いですねブルー系のシャツですね、例えばこのような形のシャツなんかも結構合わせやすいかなと思うので、まあぜひですね長袖シャツを腕まくりしながら着るというスタイルですね、これがまずは大人っぽく見えて使いやすいかなと思うので、ぜひトライしてみていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のクールビズスタイルなんですが、今度はですねシャツの雰囲気を思い切って変えてみました。先ほどはちょっとドレッシーなシャツで割とビジネスカジュアルだとか場合によってはスーツにも合わせられるようなそういった綺麗めなシャツを合わせていたんですが、今回はもう少しカジュアルな雰囲気のですねデニムシャツを合わせてみましたが、いかがでしょうか。これもですね昨日お店で買ってきたんですが、グローバルワークが展開しているサロンドグローバルワークのデニムシャツですね。これ何度か動画の中でもご紹介したことがあるんですが、まあ、今季はちょっと雰囲気が変わりまして、襟型がレギュラーカラーになってるんですね。とは言ってもこの襟の開きはそんなに狭くないので、個人的にはですねすごくバランスのいいシャツだなと思ってまして、ワイドカラーよりも少しだけ新鮮な感じもするので、これをですね主役にした着こなしを組んでみました。まあ、デニム素材の中でも色濃いめにしていますので、割とネイビーのシャツような雰囲気で使えるので、先ほどぐらいのですね
ですね、固めのスタイルよりももうちょっとカジュアルでも OK な職場であれば、まあ、デニムのシャツをうまく使ってあげると程よくカジュアル感が漂うので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。僕も結構ですね、以前はイタリア系のスタイルというものにハマっていまして、いろんなブランドのものを着たんですが、まあ、リングジャケットもすごく好きで実際にいろんなものを購入しました。サロンドグローバルワークではグローバルワークのお手頃な価格帯でリングジャケットの世界観を味わうことができるので、非常にコストパフォーマンス面も優れてるなと思いますし、このシャツ素材感もすごくいいし、やっぱりシルエットだとか襟型だとか非常にバランスのいい仕上がりなので、まあこれはコスパ最強と呼ぶことができるんじゃないのかなと思っています。でこちらのシャツに対して今度はですね、ボトムスはグレー系のパンツを合わせています。素晴らしくシルエットが綺麗なボトムスで、個人的にもすごく気に入っているんですが、これはですね、インコテックスでも PT でもなくユニクロのですね、感動パンツですね。まあ非常によくできています。身長164センチ53キロで S サイズを購入していますが、シルエットに一切の無駄がないので、すごくこれは使いやすいかなと思います。色はですね、もうチャコールグレーのような濃いめのものを選んでいます。僕はグレーの中でもいろんな色がある中で割とシャープなグレーが好きなんですね。なのでチャコールを合わせてますが、もう少し明るめのグレーもありますので、そちらの方を合わせた方がより季節感としてはクールビズに適した夏っぽいような色合いになってくるかなと思います。ただ僕はグレーのパンツは失敗するとやぼったく見えるので、濃いめの方が使い勝手がいいかなと思っているので、今回はこちらを合わせました。でベルトに関してはメッシュベルトですね。先ほどはゴム製のものを合わせましたが、今回はちょっとレザー製の男らしいものを合わせてみました。デニムシャツを着ているので、それに合わせたですね、ちょっとこう風合いのあるようなレザー系のベルトを合わせましたが、先ほどのゴム製のメッシュベルトとかでも全く問題ありません。ただ先ほどもお伝えした通り、スーツで合わせるような本当にクラシックなベルトだとやっぱりこのスタイルに合わないので、ややカジュアルめのものの方がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもメッシュベルトを合わせていただきたいなと思います。で足元に関しては先ほどと全く同じですね。ブラックのコインローファーというのはもう定番的なアイテムで、一足は必ずあった方がいいんですね。もちろんカジュアルシーンでも使うことができるし、ビジネスカジュアルにおけるもうど真ん中がですね、このようなブラックのコインローファーだなと思うので、まあぜひですね、ベルトと靴の色を合わせという形でこういったものも一足持っておくと便利かなと思います。まあ先ほど同様にですね、腕まくりをしながらラフに着てあげると適度な大人っぽさを漂わせることができるので、真夏以外であればこのようなスタイルが作れるかなと思います。さすがにですね、8月の一番暑い時にこの着こなしだとやっぱり我慢できないという方がいるのも理解できるんですね。そういう場合は半袖もいいかなと思うんですが、それ以前のクールビズであればこういった長袖腕まくりスタイルはすごく使いやすいので、まあ、ぜひ皆さんもですね、デニムシャツを使ったようなややカジュアルなビジネスカジュアルもトライをしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目のクールビズスタイルなんですが、今度はですね、ちょっと雰囲気を変えまして、ニットポロを主役にした着こなしを作ってみましたが、いかがでしょうか？これも簡単で再現性が高いかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにご紹介できればなと思っています。長袖のシャツもすごく使いやすくて、腕まくりもいいんですが、先ほどもちょっと触れた通り、やっぱり暑かったりするので、半袖がいいという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、そんな時にニットポロを着ていただければ、半袖なんだけども素材が持つ上品さのおかげで適度に大人っぽく見えるので、結構ですね、クールビズスタイルには使いやすいアイテムになってくるかなと思います。まあ、最近では様々な職場でポロシャツ OK というところも増えてるかなと思うんですが、通常のコットンのポロシャツだとややカジュアルに見える場合があるので、ニットポロなんかはすごく使いやすいかなと思うんですね。今僕が着てるのは先ほどのシャツと同様にですね、グローバルワークが展開しているサロンドグローバルワークのニットポロになってるんですが、やっぱり仕上がりが抜群に綺麗ですね。ドレススタイルに合うような少し綺麗めなニットポロになっているので、袖丈も少し長めではあるんですが、カジュアルのニットポロよりはだいぶ大人っぽい仕上がりですし、身幅もゆとりがありますが適度なゆとり感なので、これだったら1枚で着てもジャケットだとかセットアップの内側に使ってもすごく便利かなと思うので、これすごくいいなと思いました。で色に関しては、まあ、ニットポロに限らずいろんなポロシャツそうなんですが、大人世代が着るのであればライトグレーとかホワイト
ホワイトだとか明るい色よりはシャープな色の方がおじさんっぽく見えないので、個人的にはおすすめかなと思います。今着てるのはダークグレーですね。結構珍しい色合いかなと思うんですが、シャープに見えるのですごくバランスがいいなと感じています。でボトムスに関しては相変わらずですね、この綺麗なシルエットはユニクロの感動パンツですね。今回はボロシャツがグレーなので、ブラックでちょっとモノトーンで抑えてみました。これであれば結構再現性かなり高いかなと思うので、まあ、ぜひですね、感動パンツ、このシルエットはなかなか越すことができないと思いますね。非常にバランスがいい一本で、コストパフォーマンスの面でも高いので、ぜひ持っておくといいかなと思います。で、足元なんですが、先ほどまではローファーを履いていましたが、今回はブラックのレザースニーカーですね。これを履いています。まあ、ポロシャツのスタイルなので、もうちょっと砕けた感じでもいいかなということで、スニーカーの中では最も綺麗めなラインであるブラックベースにしたレザースニーカーですね。こういったものを履くことで、ブラックのパンツと色を合わせることで足長効果も目指せるので、すごくバランスがいいかなと思います。もちろんもう少しですね、綺麗めに振りたいのであれば、先ほどまでご紹介していたブラックのローファーでも全く問題はありません。便宜上ですね、ちょっとローファーばっかり履いてるとつまらないので、ちょっとレザースニーカーにしましたが、このあたりはですね、皆さんのお好みに応じて選んでいただくといいかなと思います。まあ、モノトーンのスタイルなので、これぐらいだったら割と使い勝手がいいと思うんですね。それに対してバッグなんですが、レザー系のトートバッグですね。こういったものぐらいがやっぱり使いやすいかなと思います。ビジネスカジュアルでも使うことができるし、クールビズでもやっぱりこういったレザー系のトートバッグですね、一個あるとすごく便利だと思います。先ほどまでのシャツのスタイルにももちろん合いますし、ポロシャツのスタイルにも合いますね。ブラック系で合わせていただければ、まあ、まずですね、間違いのないスタイルができるかなと思うので、まあ、こういったレザートとか、もしくはこちらのようなバックパックですね。ブラック無地のバックパックなんかでもポロシャツのスタイルは合わせしやすいかなと思うので、そのあたりは用途によってですね、使い分けていただければなと思います。カジュアルに見えがちなポロシャツのスタイルも、色数を絞ってシャープにまとめると意外と綺麗めにまとまるので、ぜひ皆さんもトライしてみていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では大人のコスパ最強クールビズスタイル参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、クールビズはですね、なかなか正解の形というのが分かりづらいかなと思ってるんですが、今回は具体的に3つのスタイルをご紹介しました。一つ目はですね、最もシンプルなストライプのシャツを使った一番オーソドックスな着こなしだったかなと思います。まあ、このスタイルがやっぱりベースにありながら、ストライプのシャツだったり、もしくはちょっと濃いめのブルー系のシャツですね、そのあたりを揃えていただければ簡単にトライしやすいかなと思います。ボトムスは先ほどネイビーを合わせていましたが、ネイビーだけではなくて、例えばグレー系でもいいかなと思うので、そのあたりはお手持ちのものでちょっと変化球を加えながら楽しんでいただきたいなと思います。そして2つ目のスタイルはちょっとカジュアルなシャツですね。1枚目のシャツに比べると少しですね、砕けた雰囲気のデニムシャツを使いましたが、こういったものを使いながらもクールビズのスタイルは組めるので、ぜひ皆さんにもですね、こういったスタイルも楽しんでいただきたいなと思います。そして3つ目がポロシャツのスタイルですよね。これ最近ではだいぶ定番化してきました。ですので皆さんの周りにもポロシャツのコーデをしている方いらっしゃるかなと思うんですが、やっぱりポロシャツってカジュアルで使われることも多いので、使い方次第ではすごくカジュアルになりすぎてしまうので、まあ、ニットポロを選ぶというところがポイントになったかなと思うんですが、ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介した3つのスタイルを軸足にしながら、様々なクールビズのスタイルを楽しんでいただきたいなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの業務ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではちょっとカバーしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドのですね、情報に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらはですね、動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説、また僕自身がリアルに買ったものをですね、どんどんご紹介をしています。僕もほぼ毎日ですね、記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽にですね、記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。